ヒムキは、ロシアのモスクワ州にある都市で、首都、モスクワの北西に接する衛星都市。ドルゴプレドニ市が、北東にある。ボルガ川上流とモスクワ川を結ぶモスクワ運河が、東に通り、モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ、幹線鉄道と高速道路 M10 も通る。人口は14万1000人で、 1977年の人口10万6000人からは伸びており、2005年の人口は18万人と推定される。近年、ロシア各地の人口が減少する中、ヒムき、の人口は急速に拡大を続けている。モスクワ大都市圏は人口が集中、密集しより多くの住宅が必要となっているため、 都心からもシェルメーチエボ国際空港からも近い、日向きでは大規模な住宅建設が進められている。また企業や商業の進出も盛んで、フランスの大手小売りグループオーシャンとスウェーデンの家具、チェーン、イケアの入居するロシア最大級のショッピングモールが開設されている。一方で、森林を切り開いての乱開発や高速道路計画に対して反対運動もある。 ロシアのプロバスケットボールチーム BC ヒムキやプロサッカークラブ FC ヒムキの本拠地である。モスクワサンクトペテルブルク鉄道には1850年からヒムキ駅があり、その周りに町が出来郊外の保養地として人が集まった。ソ連発足後は工場もヒムキ駅周辺に次第に集まり始めた。ヒムキの集落は1939年に死となった。 現在は、ヒムキ市は、モスクワ市と境を接している。独祖戦のモスクワの戦いでは、1941年11月から12月にかけて、ドイツ国防軍は、モスクワ運河沿いのこの地で、モスクワに再接近し、赤軍は必死の抵抗を繰り広げた。これを記念する巨大な対戦車用障害物の形を、した、記念碑が、 モスクワ・サンクトペテルブルク間の高速道路と鉄道が交差する付近に立っている。また戦没した兵士やパイロットが埋葬されている日ムき戦争記念碑もある。冷戦期、軍需産業が集中する日ムきは閉鎖都市となり、モスクワからサンクトペテルブルクやシェレムエチエボ国際空港に向かう高速道路沿線にあるにもかかわらず外国人は立ち入れない街となった。 第二次世界大戦後、ヒムキは、ラボーチキン設計局をはじめとして、ソ連の航空宇宙企業のいくつかが立地する産業都市となり、市民の多くはこれらの企業に就職していた。S-75、S-125、S-200、S-300 といった地対空ミサイルや大陸間弾道ミサイルと、使い捨て型ロケットのエンジンはこの地で、 研究開発された。これらの航空宇宙企業は現在でも国際宇宙ステーション計画に参加するなど研究開発を続けている。ありがとうございます。